ダンプカーの作動油ですね。それの補充の仕方を説明したいと思います。今回はこの10トンダンプですね。それダンプアップするとこんな感じでタンクがあります。でまず下の部分ですね。オイルゲージ兼ドレンのところ、そこを外します。そ次にフィラーですね。上の部分です。上の部分を外します。それ新品の作動油ですね。それを入れます。それ下のゲージ兼ドレンのところから出るまでですね。出るまで入れ続けます。それ出たら終わりですね。でこれでフィラーを閉めます。フィラーとドレンを閉めます。で確実に閉めておいてください。今回使ったのはこれですね。日本石油のスーパーハイランド32、これ使いました。最後ダンプを下ろして終了ですね。